12号車と4号車が後続を突き放していく。1号車これにつけない。紙フィフティーンの隊列が長く伸びて所々分断され、いくつかのグループが形成されつつあります。池田さん、ここまでの展開を踏まえて何か気づかれたことなどはありますか？そうですね、個人的には中段を行く86号車のパフォーマンスに注目しています。この車だけがデスエリアにあってマシンの挙動を全く乱さないのですよ。ピシャリと安定していて非常に不気味な存在です。片桐かなたといえば、予選ではラリーストさながらのドリフト走行でデスエリアのセクターレコードを更新してのけましたが、それとは打って変わって別人のようなステディーなコントロールを見せています。そうなんですよ、レースはまだ序の口だと言わんばかりのこの余裕が私には不気味で仕方ありません。